えっと東北大学大学院情報科学研究科の大林武です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日はデータを俯瞰して落とし穴を避けるということで、このデータを俯瞰落とし穴というのがあのえっ、ー、とノイズのことを言っているんですけれども、あのまあ、順番に、えー、話させていただきます。 まず簡単にあの自己紹介をさせていただきます。えー、私自身はもともと実験系で生物学を行っていました、で行っていたのがのシロイヌナズナですので、植物系の実験、えー、モルキュラバイオロジーを行っていたんですけれども、えー、PhD を取った後、えーま、計算機の方に移動してきたということになります。というのも、あの2000年にシロイヌナズナのゲノムが、えー、公開されて。 でまあ、マイクロアレ解析を博士課程でやっていたものでその解析を、えーまあ、そのまま、えー、外部のデータ一公共のデータに対しても、まあ、アプライするようにしたというのが、えーまあ、との始まりで、まあ、現在に至るということです。でメインに研究している内容というのは最後の方でほんの少しだけあの宣伝させていただきますけれども今回は、えーまあ、こういうような公共のデータをあの常に扱っているというようなことですので、まあ、それに関して、まあ、どんなことをあの気をつけたらいいのかということを、えー、シェアさせていただきます。 ていただければと思っています。で 皆さんすでに非常にご存知のとおり、公共のデータというのは近年、非常にアベイラブル、使えるようなデータが増えてきました。これはマイクロアレイのスループットが上がってきたという、まあ、以前からの流れと、RNSX が使いやすくなってきたという近年の流れの、まあ、どちらももちろん含めてなんですけれども、このようなデータを活用することで、必ずしも実験ができない環境においても、研究の厚みをより厚くすることができる、もしくは次の実験の計画を立てることができる ということが期待することができます。それで、まあどういう風うなその流れになるだろうかということを考えてみると。えー、っと、あのデータの取得っていうのはえー、まあ。 あの各研究室でデータを取得したり、あるいは公共のデータベースであれば、データを検索をしてダウンロードするというのがデータの取得になります。で、その後にデータを補正して、発言変動遺伝子を抽出して、パスウェイ解析などを行って、最終的には、まあ、発言変動遺伝子を個々に吟味をすると、吟味をしていくというようなステップになろうかと思います。で、ここでこのデータの補正からパスウェイ解析に至るまでというのは、多くのツールが。 すで、まあ、に優れた多くのツールがありそしてあの、まあ、大変ありがたいことに世の中にはツールの解説の動画や講習会の動画というものもあの、えー、多く上がっています、えー、ここの,あのこの画面には統合 TV の、えー、アクティビティを、えー、例として載せていますけれども他のものもあろうかと思います、えー、ですのでこの青い部分というのはまあ比較的あの、えー、ツ,ールをツールにデータを入れて その後、と、しかるべきマニュアルに沿ってあのツールを進めていけば最終段階までいくと。で最終段階の話は、個々の研究者が、えーまあ、吟味をしなければあの、外部の素人ではとてもできないことで、個々の吟ここはまあなかなか時間かかるかなと思うんですけれども、まあ、個別に吟味をすることによって研究が進んでいくということになります。それで、まあ、本日、あのこのようにですね、まあ、結構さまざまなツールが、えー あのアベイラブルな中で、えー、本日ちょっと話そうかと思ったのはの生データの、生データを観察する大切さということになります。であのまあ、ちょっとだけあの想像していただくと、例えばこのツールの部分っていうのが、まあ、料理のことを考えてみると、あの全自動調理器のようなものを例えば考えてください、で全自動調理器にあの生の野菜だとか生の魚を入れると、えーまあ、料理になって出てくるというような状況に少し似ているかなと。 で気をつけなければいけないのはあのまあいかに全自動調理器があろうともある程度そこはブラックボックスかもしれないですけれども一番最初にのその生の野菜生の魚生の肉の状態というのがどういう状態なのかということが最終的な出来栄えというのにまああの強く左右するということはもちろん想像できると思いますそれでえっ、ー、と研究室の中でデータを取って自分で解析をする場合にはこれは、えー、まあ自分で取っているのでこのあのデータがどのくらい、えー 信用に足りるかと、うまくいったかというものは肌感覚としてわかるわけで問題にならないんですけれども、公共のデータベースを使うというのは、そういう肌感覚が一切ないところから始めてしまうので、まあ、ひょっとしたら、その傷んだ肉から料理を始めているようなことになっているかもしれないとで。なので、まあ、生データを観察する、えー 一番最初の状態を観察するというのは、まあ、かなり大切なんではないかということで、あのまあ、本日、そこに焦点を当てて話をさせていただきます。えまあ、生データを観察するとどんなことがわかるかで、生データがきれいであれば、もちろん最終的なアウトプットというのは、どんな解析をしても、えーまあ、信頼に足りるものですし、生データが怪しければ、その逆になるというようなことです。で まあ、生データを観察するということなんですけど、あの具体的に何か、えーまあ、デモとなるような解析がないとあの話がしにくいということで、えー、と本日、デモとなる解析あのデータを一つ、えー、用意したいと思います。すみませんで、その前にです、ねあの、生データに注意をしなければいけない一つの一つというか、まあ、唯一の理由は、えーまあ、測定誤差が入ってくると、でこの測定誤差に対する勘がなかなか第三者は働かないというのが問題になります。 でここではあの右の方に、えー、測定誤差の中身を、えー、系統誤差と偶然誤差というふうに2つ、えー、分けて書いてありますけれども測定誤差というとこの両方を含むものです。それで、えーっとまあ、偶然誤差に関してはあのー サンプル数を増加、近年コストが下がってきていますので、サンプル数の n を増加させることで、この偶然誤差の影響を小さくすることができます。でもう一つはパスウェイ解析、あの近年よく行われますけれども、一つ一つの遺伝子は、えーまあ、あの上に、えーとまあ、いろいろと動いてしまうんですけれども、パスウェイ全体としてどういう傾向があるかということを見ることによって、これも偶然誤差を、えー、ある程度、うん まあ偶然誤差があっても、えー、精度が低くて精度,が低い精度が低いと言いますけれども精度が低かったとしても、えー、そこから情報を抽出できるというような解析がよく行われていますでこの2つの要因によって偶然誤差に関しては随分とあの取り扱いがしやすくなったというこという現状ですで一方で え系統誤差というのは、まあ、何らかの原因によって真の値からこの測定値がずれてしまうと、えー、一つの,その方向性をもってずれてしまうというものが系統誤差なんですけれどもこれは最後まで残りますそれでデ,データがどんなに数が増えてもパスで解析をやろうと最後まで残ってしまうので、えーまあ、今、えー、解析で注意しなきゃいけない注目しなきゃいけないのはこの系統誤差であると。 でこの系統誤差、どんな系統誤差が入ってそうだというその想像をするところに実は実験者の肌感覚というのが非常にあの重要なんですけれども、えー、第三者がデータ解析をする場合にはそれがないというところが、えー、問題です。それで生データを見ることによって、まあ、どんな系統誤差があるかということを想像していくということが、まああのえー、本日の話の主題になります。はい であのすいません、えっと、若干前後しましたけれども、今回デモ解析用にマイクロアレデータを一つ選びましたであの。こちらの論文に書いてある通りの、えー、データなんですけれども、えー、サンプルとしては198名の患者さん、乳がんの患者さんの、えー、サンプルと、がんのサンプルということで、でマイクロアレイの、えー、これはヒューマンの最も典型的なマイクロアレイの一つである、えー、U133A のアレイですけれども、えー、そのアレイ、マイクロアレイを用いて、この198 198のサンプルについいいててデータが取得されているととうことですで198の患者さんについては病院だとか年齢だとかがん組織の大きさだとかさまざ、あ、まな付加的な情報を利用することができますデータはこちらの g e n e x p r e s s i o n o m n i b u s からダウンロードしたものを今回は例として用いたいと思いますでまずあの、まあ、生データを見ようというものがあの今回の趣旨ですので えー、まずこの、まあ、こういう行列マトリックスになってるわけなんですけれどもこのマトリックスの、えー、少しでもまずは様子を探ろうということで、えーまあ、いくつかの可視化ということを行いますであの最後の PCA 主成分分析は時間の関係で本日は割愛したいと思いますが、えー、順番にまずボックスプロットから見ていきたいと思いますで全く中身を知らない状態ではまずいの一番に行うのはボックスプロット、えー、あのこの発言の各々の えー、198サンプルある各々のサンプルがどのようなディストリあの値のバリエーションを持っているかということを図に表したということで、メジアンが真ん中にあって、第1四分位、第3四分位がありますので、ここの場合の部分が全データの50%が含まれて、残りの部分が上25%、下25%になっているという図になりますけれども、198もサンプルがあるにもかかわらず、メジアンの値も第1、第3四分位もほとんど同じということで、極めて めて。 あの揃っていいるる良好なデータであるということがままず一目で分かりますえこれはこのプロジェクトのまあ力の入用ようというものが分かるというようなことだと思うんですけれども、まあ、非常に、えー、この先、えー、と解析を進めるのが楽しみな感じというのがまずこの状態では分かります。あともう一つがあのこの値のレンジがちょっと小さいですけれども0から15ということで、えー、とこれはマス5のデータというふうに論文には書いてありますけれどもマス5で、えー、データ化したものをログをと対数を取ったものであると。 で対数の定は二であろうということが、このレンジからまっすぐにわかる、ということになります。でもう少し、一歩先に進めていきます。今つ、一つ一つのこの百九十八のサンプルの一つ一つについて、データの、まあ、小さい方から大きい方までのダイナミックレンジがほぼ同じということになりましたので、今度はペアで考えてみる、ということになります。 でこれでもマイクロアレイ解析ではあの大変おなじみですけれども、まあ、2つのサンプルがあったときに、サンプル A の値とサンプル B の値をそのままプロットしたものが発現量のサンプル図ということになります、えっと。サンプル A とサンプル B の発現量が同じであれば、この対角線のラインにぴったり乗ると、えー、左上に行けばサンプル B の方が発現量が多い遺伝子で、えー、右下に行けばサンプル A で発現量が多い遺伝子であるということになります。 でこの散布図というのがあの基本的なんですけれども、極めて重要な、えー、表現方法になります。というのも、こちらの,あの左にあるこの行列ですけれども、えー、今これは、えー、と列が2つで遺伝子がたくさんあると、まあ、遺伝子やプローブがたくさんあるという状況ですけれども、これをそのままプロットしたのが、あの真ん中の対角線のグラフということで。 行列が持っている情報とこのグラフが持っている情報というのが完全に同じであるということです。で右にあるのは MA プロットと言われるこの2つのサンプルの平均値を横軸にそして差を縦軸にプロットしたものですけれども。 これも、あの情報とととしては全く同じということになりますちょっと考えていただくと、えー、この,あの A と B を足したものというのと、まあ、A と B の差、えー、B-A ですけど、ここでは、B、B-A というもの、この連立方程式から A と、A と B の値というものは、まあ、直ちに決まりますので、えー、元の A と B を別々にプロットしたものというのと、このように足し算と引き算に分けてプロットしたものというものは、同じ情報、等価の情報であるということになります。 でなんでこういう MA プロットにするかというと一般にその発言のダイナミクスというのは、えー、と今、あの対,数が対数値になってますけれども元の値にしたら1万倍ぐらい、えー、低く発言しているものと高く発言しているもので1万倍ぐらいのダイナミックレンジが横軸にはあるんですけれどもそれに対して各遺伝子がその動くというのは高々、まあ、10倍ぐらいしか動かない。 ということでその10倍ぐらいしか動かない各々の,の,の遺伝子の発現変動に着目をするにはこの MA プロットの方が、えーまあえー、と縦の軸と横の軸のスケールを変えることができますのでその点 MA プロットの方が優れていると、えー、いうことになりますあの縦と横の軸のスケールを揃えるという意味で優れているのは、えー、元の左の方の散布図で、えー、スケールが変えることができたのが右の散布図ということになりますで、えーとまああの ということで,です、ね、元のデータを見る、データを可視化するという意味では、これらはどちらも完全な情報を持っているということになります。でところが、今、2サンプルなので、このように表現できるんですけれども、今回は198サンプルありますので、同じ方法では可視化ができないということになります。で可視化ができないということは、何かの情報を表現しないことによって可視化をするとで、表現しないものがあるという意識が非常に重要かなと思っています。 で198の時に、じゃあどうするか、あのサンプル数が198なんですけれども、ではどうするかというと、えーまあ、まず私が行うのは、2サンプルランダムにピックアップをしてきて、そして同じ図を書くということです、えー。この図の他の方法で、えー、同じ情報を表現できるものはないあの、高度な可視化はあるんですけれども、高度な可視化であるほど、えー、何を可視化しているかだんだんよく分からなくなるので、この素朴な図を大量に見る、ある程度ランダムに大量に見ると。と でまあ、50枚ぐらい見ればいいと思うんですけれども、まあ、少なくともその一部のものについては、このように若干、えーまあ、あの2つのサンプル、今、あのこの 2, 2つのサンプル、2人の患者さんですけれども、2人の患者さんを比較したときに、高い発言量の場合には、これは後ろの人が発言量が高いと上に行くんですけれども、高い発言量の方がみんな高くなっているとで、こちらも非常に低い発言量のものが2人目の患者さんで高くなっているというように。 その遺伝子は一つ一つ、まあ、異なる機能を持っているはずなんですけれども、ある発言レベルのものがみんなどうこうどうなっているという、まあ、これは系統誤差ということになります。発言量依存の系統誤差がこ,こからあることがわかりますであるということは、これを補正した方がいいというか、まあ、これがその本当は差がない。 というふうに、過程をすれば補正をすることができて、それが本当に補正していいかどうかというのは、あのサンプルの性質をよく考えないといけないんですけれども、今回の場合は、えーまあ、乳がんのサンプルということで、組織としてはかなり近いサンプルのものをもともと比較していますので、おそらく、えー、各サンプルのダイナミックレンジは、本来は完全,に完全にほぼ同じであったと。で実験のの過程で何らかのあの、まあ サチュレーションが起こったりだとかノイズが入ったりだとかしたことによって片方のサンプルに系統ノイズが入ったと系統誤差が入ったというふうに仮定するのが一般的かなと思います。 ただ、えー、今回はです、ね、生データを見るというコンセプトなので、あのこれはこれで、えーまあえー、系統誤差を補正しなければいけないということを少し頭の隅にあの置いておいて、えー、この差自体はそんなに大きい差ではないので、えー、そのまま先に進めることにします。ちなみに補正の方法は、あのえー、と今回私が行ったのはこのクオンタイル補正という方法で、えーまあ、完全に分布が、これ補正前のものをこういうふうに。 合成するんですけれども、えっ、ー、と分布が各サンプル A、B、C で完全に一致であると、一番上の、えー 一番高い発言量はこの値、一面低い発言量はこの値、えー、2番目も3番目も,もう全部決めてあって、ただ補正前から順位だけを拾ってくるという、えー、結構強力なあの補正なんですけれども、まあ、しばしば、えー、発言量解析ではこれが有効ですで。繰り返しですけど、今回この補正をアプライしていいという根拠は、えー、サンプルがまあほぼ均一であろうと,、あのー、ということですね。が、え、ん、ー、サンプルですので、脱分化を起こす過程において、えー、この分布そのものも 変わるかもしれないと思うと、まあ、なかなかこの補正はできなくなると、直接こんな簡単な補正はできなくなるということになります。はい、それで次に見るのは何かということなんですけれども、えー、今、ペアで見ましたので、まあ、最終的にはサンプル全体としてどうなっているかということを見る必要があります。でこのフィギュアが、まあ、実は今日のあの,おあの発表のメインなんですけれども、えーまあ、ちょっと順番に説明をしていきます。 でヒートマップですので、ここでは先ほどの,あのマトリックス、行列が基本的にはそのまま表現されていると。で行も列もあのまあしるべき並び替えることによって階層的クラスサリングで並び替えることによって似たようなものが似たようなところに並ぶので見やすくなっているということ。あともう一つはこの縦軸なんですけど、本当は2万プローブあるんですけど、あのほとんど発言変動しないもの、えっというものは全体の傾向を見るには有用ではないので、発言変動の程度が大きいものだけをピックアップして、えー、ここでは表現 SD が大きいものだけを約1%ピックアップをして載せているというような状況です。で、えー、普通のヒートマップ、あのー、と比べていくつか、えーまあ、カラフルなバーがついているというのがポイントなんですけれども、まず1つ目、あの非常に強調したいのは、ここに平均発言レベルを載せているということです。でえーここあのえー 行各行は遺伝子の発現量、もしくはプローブ,ローブインテンシティなんですけれどもえ、プローブインテンシティをそのままヒートマップにするということはマイクあの発現量解析ではなくて、各、え、々、ー、の,おの,の、えー、遺伝子の発現レベルというものを計算をし、例えば赤が非常に発現レベルが高くて、白というのが発現レベルが極めて低いと、あとのものは間だ,だという、こういうものですけれども、この発現レベルをヒーター体。 を、えー、とヒートマップにしますで、えーまあ、遺伝子発現量の場合にはもともとの発現レベルによらず、えー、さらにある細胞で発現誘導がかかったのか発現抑制がかかったのかというそのプロファイルに着目をしますので、まあ、引くというのが極めて自然なあの手続きになるわけですところが、えー、今生データを見たいということを、まあ、何回か強調しているんですけども生データからこの平均発現レベルを引いたものというのは 平均発言レベルというのは1つの情報ですので、この引いたマトリックスだけでは、実は元の生データ全体を見ていないことになります。元の生データ全体にこの平均発言レベルを加えたものというか、その2つ,をも2つあれば、元のマトリックスと全く同じ情報、等価になるということですで。生データを見ようということは、生データのすべてをちゃんと理解しようということですので、この平均発言レベルを横につけておくこと。 えこ,のひえー、この2つをも2つ合わせて元の生データと等価の情報になるということです。でここから何がわかるのかということなんですけれども、例えば平均発言レベルが極めて低いようなクラスターというものが自然にできていると、これはずーっと見てみると、まあ、この辺りなんですけれども、えー、平均発言レベルが極めて低いものがあるこの1群のサンプルでは上がっているということになっています。でそれれは本当かかももししししませんしもしかしたら 発言量依存のバイアスかもしれない、えー、系統ノイズかもしれません。こちらも逆の方も同じです。極めて高いものが集まっていると、でこの辺りなんですけれども、どうもこの,、えー、この一群は、えーと、極めて高い発言量の一群と、えー、極めて低い発言量の,あの遺伝子の1群がそれぞれ低くなったり高くなったりしているというバイアスが、バイアスというか傾向が。 ありますでこの傾向が本当なのかもしれませんし、えー、発言量バイアスかもしれないということを頭の隅に置いておく、ノーマライズするともう分からなくなってしまう、えー、ノーマライズするとというのは、えー、この発言レベルの情報を消してしまうと、もう分からなくなってしまうので、この情報をちゃんと、えー、頭の隅に入れておくということが重要,です重要だと思っています。 そしてこの上にのカラフルなものと下のカラフルなものというのはこれは198人の患者さんですのでどの病院で手術を行ったどの病院にかかったかという病院の種別を表す色というのとそのサンプルこちらはがんのサンプルですので悪性度赤というのが最も脱分化をしている悪性であって青というのが良性であると分化していないと。 しっかり分化しているということで、良性であると、と良性とその間と悪性という3段階のラベルがついていますので、それをあのここに示したものですで。この悪性度のラベルを見てみると、ここの,あの,この2つの主にグループというものは、えーまあ、悪性度が高い、えー、とサンプルであると、でまあ、こ,こちらのあたりというのは、まあ、その逆で低いということがなんとなく見て取れるかなと思います。 なので、これ、まだ全く補正をしていない段階ですけれども、このサンプル、198のサンプルというものをいくつかのグループに整理できそうだというような見通しがこの状態で立っていますので、もう少しやることで、さらにいいデータになるのではないかという期待を持っています。すみません えっとそれで,です、ねえー、ここで病院というもののラベルもつけているんですけれども、この病院のラベルを見てみると、この辺りに青い、まあ、要するに青い病院と今、仮に言いますけど青い病院が集まっていることが分かります。例えば、お隣のここを見てみると、青はほとんど含まれていませんし、この辺りにも青はほとんど含まれていません。で これがその病院によって偏りが出てきてしまっていると、えー、サンプルの性質を知りたいのに、そのサンプルの背景にあるテクニカルな意味での病院というものの偏りが出てきてしまっているので、これはあの系統バイアスではないかというふうに疑います。 ただし、この問題というのはちょっとそんなに簡単な問題ではなくて病院,いい病院の違いというのはまあ本質ではないと思えばそれを補正するわけなんですけれども例えば病院ごとにかかった患者さんの年齢というものを調べるあ年齢,年齢をのデータが公開されていますのでそれを病院ごとに集計をすると例えば一つ目の病院あのあまず国が違うんですけれども一つ目のこちらの病院はやや患者さんの年齢が高い、えーとまあ あのここえー、と中央値だとあまり変わらないんですけど、例えば第三子分野を見ると、えーまあ、5歳ぐらいは違うかなとああのいうようなことをまず想定をしあというふうにあの読み取ることができます。また悪性度 というもも、のを見てみてみ先ほどの1つ目の、えー、病院というのは、えーまあ、要するに悪性の、えー、とサンプル陽性のものよりも悪性のサンプルの方が多いという傾向が他の、えー、病院と比べていやいや,いや,いやですけれども、えー、少しあのそういう傾向があるのかなというふうに思います。 つまりこの病院の違いというのが単にテクニカルな違いではなくてサンプルそのものの性質と連動した違いになっているということですで病院の違いを補正をするということは簡単に言えばこの中での相対値を見るというのにま発想としては近いものなのでひょっとしたらこのまあ 高齢の方が多いサンプルだったにもかかわらず、病院の補正をすることで、そういうものを、まあ、台無しにしてしまう可能性がある、もしくは、まあ、例えばこのあたりの年齢の方というのは、えっとまあ、あの通常、この45歳ぐらいの他の、えー、病院と考えると、まあ、普通。 ごく標準的なんですけれども、補正を行うことで、非常に若い部類に入ってしまうのではないかとか、まあ、そういう補正をすることによって、正しい情報を失い、また、偽陽性みたいなものを引き出してしまう原因にもなります。 でここでですね、あの私のようにそのこの、えー、とサンプルそのものについて、えー、と知識適切な知識がないと例えばこの5歳の違いというものがその医学系の研究を行うときにクリティカルなのかどうかもしくはこのサンプルを行うときにクリティカルかどうかということが判断できないということになりますあの、えー、と中尾先生のイントロダクションにもあったように、えーまあ、ウェットの研究とトライの研究を組み合わせて研究を進めるということはしばしば行われると思うんですけれども、えーまあその な様々な解析をした結果の吟味が、えー、できないということだけではなくて、実はその背景が分かっていないと、補正そのものの方針が決定できないということでもあります。なのでこののでこりというのは そのまあ今回は第三者が、えー、解析をするとどうなるという文脈なんですけれども、あの実は背景というものがわからないと、あるものが系統誤差なのか、それとも、えー、まあ、正しい情報なのかということが判断できなくてなかなか、えー、この辺りは難しいなと思います。で今回はまこれも系統誤差だというふうに考えて、まあ、補正をするとどうなるかということをま次にお見せして、えっとこのあの一連の話を、えー、締めくくっていきたいと思います。 えとでまあ、ちょっとあの補正をどういうふうに行うかということなんですけれども、まあ、今回は、えー、病院の違いというものがあ,の、まあ、ある系統バイアスになっているということを考えて、まあ、そういうものをバッチと呼びますけれども、えーまあ、病院の違いを除去をするというあの、えー、補正を1つ行う、その後に全分布198の各々の分布を完全に揃えるという2つの補正を順にかけるということを行いました。 こちらすでにお見せしている生データのヒートマップですけれどもこの生データのヒートマップの見どころとしては、まあ、病院がちょっと固まっているだとか平均発言レベルが非常に低いものがあるだとか、まあ、アクセントについてはきれいにあっ 集まっているとそうううようなことがありましたでこれを補正を行うとどうなるかというと、えー、まず病院についてはきれいにシャッフルされると、これはまあ病院がシャッフルされるような補正を行いましたので、まあ、ある程度当然の結果であると、平均発言レベルにつきましても、まあ、依然として濃淡ーーはあるんですけれども、先ほどよりは、えーまあ、穏やかになっているということで、まあ、特に発言量が極めて高いところ、低いところというのは、発言量依存のバイアスがかかりやすいので、それが除かれた結果となっています。 あの7つぐらいのクラスターができているあのグループができていますけれども、まあ綺麗に割ときれいに3つ悪性度が集中しているクラスターができたということで。あのうん えーまあ、素人が考える上ではおそらくこの補正というのは妥当ではないかとは思うんですけれども、まあ、依然としてその頭の隅に入れながらこの先解析をしなきゃいけないのはあの病院の補正によって失われた、えー、情報というのは何かもしくは、まあ、偽陽性として生まれてしまった情報は何なのか、えー、平均発言レベルの補正によって失われたもの、えー、もしくは新しくその偽陽性として出てきたものは何なのかということを頭の隅に置きながらこの先、えー、例えばその、えー、これらの遺伝子はどんな遺伝子かこれらの遺伝子は どんな遺伝子かという遺伝子ごとの解析などに進んでいくのがいいのではないかなと思います。最後にです、ね、ちょっとあのここまで様々なその あのまあ、ここでは198のサンプルですけれどもどんなふうに解析を進めていったらいいかという、まあ、補正の考え方について話させていただきましたで少しだけあの私の研究との関わりをちょっとお話したいんですけれどもあの私の研究では今ここは横軸が198のサンプルがありますがこのようなサンプルがもし無限に入ったら、えー、取りたいと思っているサンプルが何でももし入ったときにはこの遺伝子側遺伝子はどんなようなクラスタリングができるのかという研究を行っています。 そしてまあその計算結果をデータベースとして公開をしているという情報状況ですで例えば人のデータも使えるんですけれども、えっと、可視化の仕方は様々なんですが例えばこちらにお見せするのは、えっと、マイクロアレと RNA セック合わせて16万サンプルに基づく、えっと、人の遺伝子と遺伝子の共発現ネットワークを、まああのえっと、二次元に、えー、可視化したものですでこれ一つ一つの点が一つ一つの遺伝子に当たるというような状況です であの例えば使い方なんですけれども、何か遺伝子をここにプロットすることができますので、ここでは例として、新型の糖尿病の関連遺伝子、えー、G バスによる検出された遺伝子を例えばマップをすると、えー、この,あの全体のネットワークの中ではこういうところに集まっていると、まあ、クラスターのようなところももちろん見えますし、こういうところに別の、例えば BMI に関係する G バスを重ねていくということを行うと、それはそれでまた別のところにクラスターができていたり、また新型の糖尿病の,その、まあ、比較的あのクラスターとなっているところにも ちちゃんとと遺伝子が落ちてきたりだというように、その2万の遺伝子全体を俯瞰しながら、えー、各遺伝子の機能を考えていったりもしくは新しい関連遺伝子の機能を見つけていったりということができるようなものを研究としては行っています。それでは、えー、最後にあの若干まとめたいと思います。えー、あの本日は補正の考え方として、えー、補正前のデータを理解するというのが、まあ、とても重要ではないかという話をしました。 でちょっと具体的なポイントの外,せ外しますけれども、その生物学的知識というのは、実は全然使わないで、え今回、補正の話をしていますで。使わないというのは結構重要なことで、生物学的知識を使わなければ、後で使うことができるとえ、妥当性の判断に後で使うことができるというのが一ついい点と、あと、生物学的知識を、まあ、あの補正の早々に使ってしまうと、生物学的知識も、まあ、ある種のバイアス、分、えー、かっている知識と分かっていない知識がありますので、まあ、その新たなバイアスを入れない。 ないという意味でも、えー、まあ、生物学的知識は補正の時にあんまり使わないと。ただし、測定に付随する情報、病院の情報みたいなものは積極的に補正に活用することができるということになります。はい、あの少し超過しましたけど以上になります。ありがとうございました。